元気ですか？ガラガラボイスの時間です。今日は昨日の復習から。性の書き順、まだ間違ってる人がいました。3、はい、1、2、なんて書いてる人がまだいてたんです。大丈夫ですか？ 1、2、3。ということで、性は、この漢字からできたんですね。そして質問がありました。もは何の漢字からできたんですか？そうです。もけという漢字からできました。このように、ひらがなは漢字を崩して作りました。中国から入ってきた漢字を崩してひらがなを作ったんですね。じゃあ、これは何のひらがなになりましたか？け、す、に、ほ、ま。だからまは上の方がちょっと長いんですね。わ、よ、れ。見えてきましたか？皆さんもひらがなの歴史を自分で勉強してみてください。 YouTube ばっかり見てたらあかんで。 See you.